que? Birdi. Koşu! Dur!
私の兄はお侍に憧れていて、竹の稽古台を作ってずっと市内を振り回してましたよ。竹を切るか、腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で、ですが上りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う、達者で。お侍様、よし、来る。早く逃げよう。じきにここは見つかる。もうこれとっちゃ俺らは手負いの鹿か。全て忌々しい通行証のせいだ。休んだら奪いに行くぞ。お侍、何があった？猛虎と手を組む秋雨戸がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、蛮兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで、秋雨戸の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。秋雨戸の荷車だ。猛虎兵、
小屋の男らと戦ったのか。秋人はおらぬか。通行証はないな。もう子供。させてやるのか。遅かった。お侍、こちらへ。通行証を持った秋人を助けてください。実は弟なんです。何だと。通行証を奪おうとしたのも全て亀井のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか。無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。あった、あっちか。脇にそれた。
Чихарго! Э? Очиж бари! Би чадна!네게 뭐 했어? 고이! 얼렉 뻥치지! 암하! 셀메 소빌라스! 逃がしてやる。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。やつらが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ、道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてことを。どうすればいい。Thank you.
走れ。あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。そう、Yeah.